はい、全国のニュースケ的電気バナナ、皆さんこんにちは。ということで今日はこちら、トマトの話、パッパラーン、よーおう。はい、ということで、なんかね、もう早くもネタ切れでございます。まあそんなもんですよ。僕なんかこう質問があれば答えたりとか、本日こちらでございます。ババン、トマト。はい、トマトでございます。ゆうちゃんトマト、248円です。和歌山県産でございます。このトマトがめっちゃうまいんですよ。あのうち親戚作ってるトマトめっちゃうまいんですけど、プチトマト作ってるんですよ、ね、親戚は。こっちが普通のトマトなんです。でこのゆうちゃんトマト、なんかゆうちゃんトマトっていうネーミングに惹かれて単純にまずはね、最初はパッと見てゆうちゃんトマトでと思って買ったら、これがめっちゃうまかったんですよ。トマト臭さも なんていうかな、その甘みばっかりじゃなくてトマトの味もしっかりしてるんですけど、トマト臭さが少ない優しいトマト、パクパクいっぱい食べれる。でもゆうちゃんトマトで、なんかこうそういう地域の方の野菜コーナーってあるじゃないですか、よくスーパーに。そこにポンと置いてあるんですけど、ただなんかあの生産者どこどこ誰誰とか名前とか書いてないんですよ。これだけなんですよ。ゆうちゃんトマトだけなんです、情報源が。和歌山県産で、多分ゆうちゃんトマト、もしこの中でこうゆうちゃんトマト知ってる人いてたら、お伝えください。美味しいって言ってました。でこんな感じでございます。もうね、こう色つやなかなか赤してて、まあ見た目的にはトマトなんですけど、こんな感じでございます。切るとこのほらトマトでしょ。もうどっからどう見てもトマトでしょ。いただきます。うん、ほらおいしい、これ。うん、トマト臭さが少ないんで、こう口の中にこう残らない、こうみずみずしさはもちろんあるんですけど、なんですよね、甘みとかすごい甘っていうのは一個もない。大味じゃない、薄味な方、ふわっとふわっと遠くの方でのまたそれかいみたいな、遠くの方でトマトトマトみたいなね。それ知ってる知ってる、どこどこの人やでっていう人、もしいらっしゃったら、この見てる人でいらっしゃったら、お伝えください。美味しいですよ。はい、な他のもんも食べてくれってなると思うんですけども、トマト臭さ、甘さ、なんかいろいろあるじゃないですか、好みが。今なんかちょっと流行りの、そしてネーミングが何といってもゆうちゃんトマトと。でゆうちゃんトマトに多分同じ生産者の方なんですよね、そのほうれん草かなんかが確かあったんですよ。でゆうちゃんほうれん草かなって思うじゃないですか、ゆうちゃんトマトほうれん草やったんですよ。だからゆうちゃんトマトっていう名前を取ってるのかな、ゆうちゃんトマトほうれん草やったんですよ。ゆうちゃんほうれん草じゃなかったんです。これもゆうちゃんトマトほうれん草ってどないやねんとか思ったんですけど、それは買ってないです、ごめんなさいね。はい、ということで、今日は和歌山県産のゆうちゃんトマトが美味しいという話でございました。はい、ということでまた、チャンネル登録コメント高評価よろしくお願いいたします。はい、ゆうすけ的天気はチャンネル登録コメント高評価どんどん募集していますので、ね、下の方にね、この下の欄にコメントリクエスト質問と何でも気軽にお書きください。それではツイッター、アメブロ、フェイスブック、ツイキャス全て含めてゆうすけ的天気よろしくお願いします。あ、下の説明欄にリンクいろいろ入ってますので、スマホの方はこちらからよろしくお願いします。